どうも、寺子です。では、後半戦やっていこうと思います。はい。やっちゃいましょう。誰にしようかな。そして。ジャックポットガーデンにしましょう。対戦相手はマサさん、62の方、レベル62ってことは風神貝とか持ってそうだな。ドバー来た。はい、パツイチ369、風フルスリー389。うん、よし、いいね、調子が良いぞ。うわー、外した外した、調子悪いぞ。どう？さあ、行きましょう。376、祝賛。もう負けかな、これは。した。祝賛した。弱め。最後はちょっと難しいな、ここ。とか言ってみたりして。ナイスショット。これは。負けじゃん。負けじゃん。はい、悔しい。ジャストショットしなくてすいませんでした。はい、お呼びですか。続きやっていきましょう。誰にしようかな。カエ BC さん、レベル90の強制 G 外しダサ。強制はちょっと違うな、言葉として。ドバー、もうこれさっきと同じじゃん。行きましょう。374ヤード。おー、祝賛。強制 G 外しダサって書いた人が G 外しするとダサいよね。けど、まあまあいいよ。だってそういうことでしょ。礼は。だから、そうしないと勝てないもんね。どう？いいですね。20.6。さっきは外したぞ。さっきは外した。今度はどうだ。7.4 上。入ってないな。入ってないのでいいんです。この辺でも打とう。ナイスショット。で、風神打ちゃいいか。相手風神回の可能性ある。いいですね。120の
風神。まあ、風神しかないよね、ここは。横120風神。で、だから、前回の外しを、あれだね、前回決めときたかったね。なんかすげえぞ、これ。どうだ？外す。外しました。あ、開いて。まあまあ、この外しは全然悪くない。悪くないっていうか、ある話だから。外す。どう？普通に打つか。ダメダメ、機能してない。負けました。最初のホール外したくなかったな。誰にしようかな。しゃあない。うん。M&K さん、レベル51。すごい。レベル51でプロツアーはすごい。コクラパツ1。さあ行きましょう。じゃあまあ、勝ち目を残すために風神じゃなくて令和の夜明けを打ちますと。 11.7 した。入んないね。スーパースピン使うか。超スーパースピン使いました。スーパースピン使うと決まるかもしれないと。あ、弱い弱いな。そうなる。弱かった。はじめます。ワンウッドなんだよな。あ、でも狙ってるのか、これ。どうなんでしょう。スーパースピン使ってる。1.5 か、弱め。負けたんじゃん。バディチャンスです。くる。300だもんな。え、クルパ打つの？マジで？よし、すごい。ナイスじゃん。
最初のホールのショットがな。悔しい。最初決めるべきだった本当に。これボツになりかねん。これはボツになりかねん。まあリベンジマッチ、リベマですね。レッツゴー。パースリー。カイスロパツイチ。始めます。相手先。はあ、まあどう打つかは分かってるからね。何を打つかですね。あとは。あ、狙っていく。何を打つかなんだよな。03、1.5 倍。ってことは、相手が決めたら、何を、でも相手は、何を打つかだな。逃げずにやるわ。そしたら。うん。つけ。でも場合によっては入れていく。弱め？え、ナイスショットです。どう？これは 1.5。 うん、まあ逃げはしないわ。行きましょう。相手が本気でやったってことは逃げてはいけない。まあ無風は打つけど 24.9 へ。むずいか。ダメだ。まあまあまあ、しゃあなし。まあしゃあなし。うん、すまんな。入んなかったんだからしょうがない。これはどうしよう。いや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 、もう今日はいいや。今日はこういう流れでもいい。だから最初だって、最初に決めてないのがダメなんだ。最初のホールであれを決めなかったのがもう始まり、全ての間違いの始まり。ジェッツさん1693の89と。音楽変えよう、音楽を変えよう。4連敗してる。サバワイ。ピアフィールにしよう。よし、始めます。パツイチ。あー、なるほど。スーパースピン意味あったな。うん、やっぱスーパースピンやっとくべきなのかもしんない。遠い場所は。
62。まあ、あと10回やったら1回ぐらい勝つでしょう。霊峰。いいね、真正面だね。よし。ね、10回やったら1回ぐらい勝つでしょう。そういうこともある。よし。プラチナ。いいとこゼロ。うん、おっと、相手はあれですね、リベンジマッチですね。レッツゴー。相手としてはまあここは返していきたいところ。パーフォー。パンターの2発。ただ一発だなこれ。391。風の関係もあるから、まあここまでしか行かないのか。ナイスショット。どう？当然。始めます。まあ相手としてはまあそうですね、入れる必要ないから普通にグリーンそばに落として打てばいいだけ。届かないもんね。自分は届くけど相手は届かないからいいんじゃないかなと思うわ。それで中に入れる必要ないからね。うお、届く。マジか。396ヤード。マジで？そんなクラブがあんの？じゃあ負けじゃん。1.3 倍。ああ、まだわかんないな。まだわからない。もうめちゃくちゃ届く。ナイス。はあ、いいわね。オッケー。どう？イーグルチャンス、行きましょう。396ヤード出るギアがないと勝てない。うー、悔しい、はい、残り3勝絶対する。誰にしようかな。うん、花花さん185176。ファラが、これはあれだね、ファラオ対策してるかどうかですが、相手したいですね。
ファラオ対策少ししてる感じはする。ナイスショット。どうだ、止まった。あるあるある、全然あるけど。さあ行きましょう。フルスイーサー地球。この辺だね。ナイスショット。外していく。相手はつけるのかな。どうでしょう。朝廷か。なるほど。スースピンしよう。スースピンをしとこう。1メーター以内でナイス。封刃か。まあ封刃打たなくてもいいけど。よし、決めよう。ナイスショット。外出たし、封刃も一発あるから、封刃と。あー、決まるかな。よかった。これ負けどう。どうすか。なんかあれだな、辛いな。1333と。今日も頑張りましょう。はい、誰にしよう。次の対戦相手の方、ミーガンさん、レベル150。おお、1957。150初めて見てない。なことはないか。アクポリ、あ、なるほど。さあ始めましょう。12m の風。あら、よろしくよろしく。ああ、これ2打目で決めなきゃ負けるやつか。まあそうだね。無風だな。そしたら150だもんな。なんつってもね。
うお、行っちゃった。ラフ。ラフやばくね。けどまだそれでも相手の勝ちの可能性はまあなくはない。うん。ナイスショット。どっちみち次打つのは自分か。もっと転がれ、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 転がれ、転がれ、どんどん転がれ。129。しゃあないね、こればっかりは。相手のクラブの方が性能が上。ここで決めなきゃ負け。だ、相手ラフだから。うん。ナイスショット。嘘。これやっぱあれか、ジャッシュやんなきゃダメか。マジか。今のは嫌だな。相手はまあ中に入れることもなく、なんだろう、そういう風にしたいのかな。なんか見せようとしてんのかな。ナイスショット。1メーター以内でナイス。それ。やっぱあれやるしかないんか。これはやらない。入らないからやらない。スピン。悔しい。まだあと2勝しないといけない。はい。誰にしようかな。スピン。つけたかないとダメか。今までそんなことなかったのは。キャンセルさん1810。レッツゴー。パンターのスーパースキンつけました。でまあ、フルスイ打つしかないよね。打つよね。まあ、フルスイ打つか、別にどうでもいいか。そしたら、ティーショット、ちょうちゃんでも打つか。この辺打っとくか、もう少し前かな。20秒、15秒、この辺でいいか。ナイスショット。いいわね。 1.65 倍ショットをこの辺に打つ。129。次は風神打つ。相手が持っているのは風神だね。ナイスショット。さあどっちが前かな。いける。126だから自分が3ヤード後ろんで、風神と。決まれば勝ち。外せばほぼ負け。1.5 上。
スーパースピンはついてる。ああ弱い、かあ弱いな。弱かった。負けまくりじゃん。何があった？あ、バグってたのかな。やったー。バグってた可能性あるのか、それとも勝たしてくれたのか。はーい、お呼びですか。とりあえずあと一緒。誰にしようかな。ダイヤボックス。すげー、こんなに活躍しないの久々だわ。慶吾さん74。行きましょう。パーフォー。アクポリ2発かな。さあ始めるか。471。おお。上から狙うのもありだな。けど下かな。ご来光を336で打つ。ナイスショット。そこに打つと残りヤードが。いいね。159。だ、風神は無理だね、多分ね。さあ、行きましょう。ということでフルスイングを打つ。大丈夫かこれ。まあいっか。ナイスショット。どう？106。で、祝三で落とすか。おお。うん。スーパースピンつけます。落とすことだね。
強めに打った。どうだ。2m。うっそ。いや、これはもう普通に打つ。風神打ちます。で、スーパースピンがついてます。スーパースピン付きの風神 0.4 した。まあ偶然、これは偶然。まあ偶然でも決まってくれてよかった。やっぱりスピンマークわかんないわ。はい、とりあえずこれでプラチナには上がれるということで、それでは開けていきましょう。ちょうどシルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤと、悪くない。めちゃくちゃ負けたな。まあ負ける理由簡単なんですよ。あの指がね、滑るとか。なんか来た、なんか来た。はーい、お呼びですか？持ってるかな、持ってないか。はい、ではダイヤ最後開けていきましょう。2つ？あー、いいのが来た。持ってないけど。ということでクラブ学習はできない。ボールは、この辺とかもね、まあしょうがないか。まああるのか。パワーコントロール。インパクト。お、持ってんだ。インペリアルランタン。インパクトいいね。31まで上がる。で、これもあると。インペリアルジェイド。インパクト28まで上がる。まあ疲れたけど、このぐらいにしておきますか。疲れた。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。